皆さんお久しぶりです。リューチェルです。今日はですね、 Vlog 風に最近の僕の生活を撮りました。さっきのオープニングの映像はお仕事から夜飛行機で帰ってくる、東京に帰ってくるシーンだったんですけれども、翌日は新幹線に乗って、この日はですね、大阪でお仕事があったので大阪に向かいます。じゃーん、実は松江をしたんですよ。すっぴんでも目力が上がって楽ちん。でちなみになんですけれども、僕大阪の新大阪の駅で必ず買うお弁当がこちらです。末広さんのお弁当なんですけれども、一人でこんなに食べるのって感じですよね。食べるんです。僕めちゃくちゃ大食いでめちゃくちゃ美味しいので食べてみてください。カルビとステーキのお弁当です。野獣倒れたまんまじゃん、どうする。翌日は息子の大好きな美女と野獣の大きいお城のおもちゃでおままごとをして遊びます。ルミエール見つけたの。わあ、ルミエールだ。ルミエール頑張って。おしゃべりがどんどん上手になってきてて嬉しいですよね。息子を学校に送ります。リンク、今日さ学校にさ持っていくやつ何にしたの？あ、そっか、あの車、速い車持ってくの？めっちゃかっこいいじゃん。なんか最近涼しいのかあったかいのかわかんないね。リンク今暑い？暑くない。暑くない？暑かったら窓閉めてよ。クーラー逃げてるから。気持ちいい？ちょうどいいわ。手疲れんね。たわいもない会話をしながら手疲れない、息子と会話の時間を楽しみます。混んでる。右折専用車線に注意してください。リンク、学校間に合うかな。間に合う、間に合う。いつもなんだかんだ間に合うもんね。ここがいつも混んでる。なんで？ママのいたずら。ダダいつも準備が遅いからね、ダダの場合はね。だから混んでる。だから混んでるんだね。リンクの方がちゃんとしてるもんね。もう間に合った、学校。よかったよかった。今からですね、NHK ホールでイベントがありまして、そちらに、ゲストとして出演させていただくことになったので、今向かっております。ということで、発表から初めての YouTube 投稿、 YouTube アップロードということで、本当に皆様、ご心配おかけいたしました。これからもね、夫妻ではなくなったんですけれども、家族としての愛はしっかり家族として守っていく覚悟でこの新たなスタートを、切って進んでいこうと思いますし、そのスタートを切れたことへの感謝っていうものも忘れず、そして今後は自分の心の声に傾けながら、そして自分自身のことも大切にしながら、周りへの感謝、周りのことも大切にしながら、一つ一つ丁寧に邁進してまいりたいと思っております。いろいろなお声をいただいて、温かいお声も本当にたくさんありがとうございます。そしていろんな色のお声を真摯に受け止めさせていただきました。たくさん本当にありがとうございました。それではお仕事行ってきます。ありがとう。今からメイクします。メグさんです。イエーイ、嬉しい。ハーシーズのモナカチョコの販売機があったので、じゃん、誘惑に負けて買いました。
こんな感じで楽屋でいつもメイクしていただいてるんですけれども、お仕事の時はメイクさんにしていただいてて、最近メイクのことを褒めていただくファンの方もすごく多くてとても嬉しいんですけれども、本当にほぼメイクさんの力なんじゃないかなってぐらい。でも僕自身の施すメイクもちょっと変わったんじゃないかな最近と思うので、そのメイク動画は次回出すのでお楽しみに。